こんにちは。時計、メガネ、アクセサリーのリコードでございます。今日はですね、指輪がもし抜けなくなったらということで、ちょっとご説明したいと思います。今回ですね、指輪が抜けなくなったらということなんですけど、例えばですね、こういうちょっと18金の細い指輪あるんですけど、ちょっとわかりますか。ちょっと私のね、これ全く指が剥くんじゃってですね、抜けなくなったっていうこと結構あるんですよね。特に結婚指輪なんかね、まあ左手の薬指にしますけど、長年こうつけっぱなしでですね、まず外すことないっていう方も結構いらっしゃいますんで、それが突然ちょっと太ったとか、なんかの拍子でね、剥くんで全く抜けないっていう場合、いろんな方法はあるんですけど、よくね、石鹸つけてちょっと滑りを良くして抜くっていう方法もあります。それでも抜けない場合は、もう本当に食い込んだような本当に指輪が食い込んだような感じに なる場合もねございますんで、そういう場合ね、こういうリングカッターってありますから、これ私どもでね、全部こういう機械使って、工具使って、これでこれで切っていくんですよ。リングも切っちゃって、で、あとはこういうやっとこで開いてですね、グッと開いて、して外すっていう方法が、最終的にそういう方法になっちゃうんですけど、その切った指輪はまたサイズ直して使えますので、サイズ伸ばすこともできます。地金足すんですけどね、結局は地金足して、今こう腫れてる状態でちょっと測れませんので、しばらくして腫れ引いてから正確なサイズを測って、あとはもう全く作り替えるとかね、あとはもう買い取りも私どもでやってますので、もし不要になった場合はそういうこともできますので、もし抜けなくなったらぜひご相談ください、ね、すぐもう本当にね、急を争うことですからね、もう本当にもう指がなんていうか紫色になる場合なんですよね、ひどい場合。そういうことありますので、ぜひそういう時はすぐご相談いただければと思います。よろしくお願い申し上げます。